さあ、旅しますか。お帰りなさいね。よし。女の話をしよう。どうせ食べるのなら丸ごとがいいと女は思った。支配者にして処刑人、調理人にして毒味役、美食を重ねること数百人、堪能、溺愛、泥酔、絶頂、不死だらな食事のつけは頭に生えた異形の角。だがまあ、そう珍しいことでもない。美しい少女を貪るのは、人間どもの本能だ。ほら、あれするって
ことは無理、絶対無理。ドラゴンキラーでも無理。私はそんなこと絶対にしないんだから。その、おふら、しちゃったら、もう結婚するしかないでしょ。そんなの、ちゃんとお互いで話し合って、仲良くなってからでないと。当然でしょ。だって裸とか激流とか入っちゃってるんでしょ。そうなったら死にこもって赤ちゃんを身ごもってお腹を大きく絡ませて。どうしてよ。私は誰にも使えない。私の美しさは減らせない。私は永遠の本物の貴族なんだから。そうでなくっちゃ生きていけないんだもの。ほら見なさい。見てよ、私を見てちょうだい。ねえ誰か。
そんな情けをかけられるような美しさじゃ意味がないの。完璧なものが変化するなんて劣化以外の何物でもないじゃない。それじゃダメだ、それじゃ決して伝えられない。私を裁きに来る、あの人を、あの目、あの声、
もっと殺せばよかった。もっとたくさんの血を浴びて、もっと美しくあればよかった。そうしたらきっとみんな私のことを忘れなかったのに。ずっと私を愛し続けてくれたはずなのに。ねえ、そうでしょ。ここまで来てくれたあなただもの。私を認めてくれるのよね。私はこのままでいいんだって、そう言ってくれるのよね。そんなの知ってる。私だって知ってるわよ。
人鬼なんだって。悪かったの全部私が悪かったの。ごめんなさい。恋をしたいと願ってごめんなさい。ずっと美しくいたくてごめんなさい。使えないわよね。当然だわ。だって、私何がいけないのかわからないの。わからないものは、救えないのよ。あなたは私を知ったけど、私の逆鱗に触れたけど、それでも私を救えない。誰も私を救えない。まだだ。目の前に最後のウイルスが残っているであろう。私を消すの。どうして？私が悪いから？でも、一体何が悪いっていうの？だって、私がこうなったのは、周りがそう望んだからじゃない！美しさを守ることが、若さを保つことだけが、私の存在意義だった！私は可愛いだけのお人形だって、女なんて醜くなったら価値がないって、みんなおかしそうに笑ったくせに。なのに何？
みんなが望んだ通り美しさを追求したら、今度は悪だって罵るの？ある日突然、貴族たちが私を捕まえに来た。よくわからない罪状、私を赤牢に閉じ込めた。でも私には最後までわからなかった。なぜ閉じ込められたのか、どうして誰も助けてくれなかったのか。私がいけない子だったから。でも弱みを豚扱いして何が悪いの？なら、なんで仲間外れにしたの？お父様は何も言わなかった。お母様は初めからいなかった。ジーヤも執事も誰も彼も私に教えてくれなかった。それが悪いことだったなんて、誰も私に教えてくれなかったくせに！残念だ。貴様は進むべき道を間違えた。良き教師に恵まれておれば、世にめでられる美少女となれたろうに。その母姫、世は百万のバラと心を込めた歌を捧げよう。そなたは罪なき民を殺し、そ
その血をすすった怪物だ。冥府にて罪を償え。何、世もいつかはそちらに落ちる定め。その時こそ蚩尤を消しよう。死ななくても倒す気ではあるのよ。多重アイスの迷路で永遠にさまようことね。
勝者のする顔じゃないわね。またしなくてもいい同情をしてるんでしょ。ま、私も人のことは言えないけど。なんでもないわ。とにかくお疲れ様。早速で悪いんだけど、さくらの体内洗浄を始めてもいいかしら。ございます、会長。エリザベートの封印で私の機能も6割以上回復しました。体内洗浄が始まると危険なので、会長も迅速に入り口へ戻ってください。去るときは稲妻のように去れだ。臆するな。